まさかとは思うけど、船から落ちてきたのは君。僕はグラン、こいつはビ。あ、よろしくな、ジョーちゃん。君の名前は？ルリア。ルリアです。困ってることがあれば力になるよ。ダメ、早く逃げないと。嫌だ、ルリアは渡さない。連中何者なんだよ。帝国の人たちです。エルステ帝国。カタリナ、今のうちにこの場から離れよう。我が輩たちにもメンツというものがありますからね。ミロク、急げ。ヒドラ、あの子供を徹底的に葬り去りなさい。グラン、グラン、ルリア、私の力を使ってください。きっとあなたなら。ルリアの力。資源の竜、闇の炎の子、汝の名はバハムート。ルリアの力は星晶の力、星の民の遺物である星晶獣を操ることができる。ってことはジョーちゃんはあの伝説の星の民なのか。私は自分が何者なのか分かりません。でもあの時、グランを助けたいって思った、あの時君は死んだ。それじゃあ君は自分の命の半分を僕に。もし大きく離れれば二人とも命を落としてしまうだろう。あの時差し伸べてくれた手を取ったのは僕だ。だから僕を旅に連れて行ってください。僕にはたどり着きたい場所があるんだ。そこで父さんが待ってる。それがどこにあるかもわからないけれど、自分の目で確かめるって決めてたんだ。ついでにお前らが死なねえで済む方法を探す旅にするってのはどうだ。その方法が見つかる可能性が一つだけある。星の島だ。だから行こう、父さんのところへ。星の島イスタルシアへ。はい。飛空艇もたくさん。乗り合いの民がない。これ以上あんたらの事情に首突っ込むじゃないんでね。おやおや、お困りですか。こんなボロ船飛べるわけねえだろ。ルリアを連れ戻しに来たのか。答える必要はない。僕たちも手荒な真似はしたくないんだよね。今まで動かなかったのに急に飛べるようになんてなるのかよ。さあ行こうぜ、グランサイファー。お願い、ティアマトを救って。行くぞ。グランブルーファンタジー G アニメーション。